食事の支度や洗濯、掃除など無駄なく動ける動線を整備しました。建物の真ん中に階段を移したのも、そうした一連の動線計画によるもの。しかしそこはモダニズムの継承者と呼ばれる匠、機能性ばかりを追求したわけではありません。多くの名選手たちも上り下りしてきた古い階段の古民家を再利用し、新日本プロレス40年の歴史を残しました。できるようになり、上がってくるのも楽。怪我を負った